いどうも、楽しい美味しいご飯の時間ですよ。今日はね、作りました、ちゃんと作りました。これです。映っているかい、ちゃんと映っているかい。角煮っていうか煮豚というか豚煮たいやつと、まあそのもちろんその一緒にこう里芋と、これ木島農場のオクラです。木島農場のオクラたち、丹精込めて作ったオクラたちです。そしてもうね、我慢できないから先に飲んじゃおうか。なんだっけこれ、これなんだ、サントリーの夏の爽やかな余韻っつうやつだね。サマードラフト、モルツサマードラフトですこれ。うん、なんか私のあんなっつって、見てないけどあったなっつって、いただきます。こっちから、おおほほほ、美味しいねこれ。爽やかだわ、確かに。何が入ってんだろうこれ、爽やか。へえ、何、うん、あー本当にこれ爽やかだ。なんだこれ、なんでこんなに爽やかなんだ。もう何が入ってるかもうさっぱりわからん。まあいいや、いただきます。うん、里芋にもよく味が染みていて、うん、ああ、ああ、ご飯に汁が、おいしいね。うん、あ、これおいしいわ。いやー、この無地が、うん、あ、無地ね、うん、里芋のことを世論の方言では無地って言いますよ。無地、うん、ちゃんと味がして、おいしい。このオクラね、うん、木島が種から育てたんだから、おいしいに決まってんの。さあ、そうです。毎日水あげて、うん、うん。でいよいよこの豚ですよ、豚。ほら、これ豚。どうせまたあれでしょ、とも食いとか言うんでしょ。ねえ、とも食いしてますよとか言うんでしょ、誰か。誰かが言うんでしょうよ、きっと。まあいいよ。ああ、これ、うん、うん、お、うん、うん、おいしい。うん、やっぱり豚肉おいしいね。ああ、久しぶりにさ、どうしてもこの煮たのが食いたくなって、作りたくなって。で生地も結構やるのよ、あのこの煮る系も。でこのね、わさびこう、おでんとかさ、そういったものにこうからしとか味噌とかね、いろいろありますけれども、生地もこのわさびが好きなの、これ。ああ、
やっぱ合うね、わさびが。やっぱりわさびが合うね。美味しいね。こんなさ、でっかい豚の塊食べたらさ、元気出ちゃうよ、そりゃ。それに木島農場のオクラでしょ、このわさび、わさびで食べるのはね、ぜひやってもらいたい。ほんとに合うから、美味しいから。記事は昔から、昔からいつの日からかね、20代前半からもうやってたかな、これ好きなのよ、古くからね。あらあら、木島の動画を見てくれてる人はよく知ってると思う。昔のって言ったらおかしいけど、弁当を自分で作って会社に持って行って食べてる動画ではもうしょっちゅう煮物作って、おでんとか、これはもうわさびですよ、この油が。豚の脂がこんな野郎美味しいな、本当に最高だね。ああわさびがいいね。どこだった、どっか行っちゃった。効くね、わさび。この木島農場で作ったオクラをプレゼント企画とかやってみますか、今度。来年だね、来年だ。オクラか、オクラのプレゼント企画、来年だ。あは、おいしい。でも偉いでしょ、この太ったさおじさんがさ、仕事から帰ってきてね、一人でこの農場からオクラを積むっていうの、収穫して、で豚肉切ってさ、煮てさ里芋やってさ、もうああおいしい。煮る料理を作るところを想像してみてくださいよ、本当に大したもんでしょ、本当。これはさ結婚しててね、
作って、奥さんがね、可愛い奥さんが、綺麗な奥さんがさ、作ってくれたの、こうやって食べてるだけだったらそれどうってことないですよ。仕事から帰ってきてさ、太ったおじさんが自分でこう煮て作って食べてるってことですよ、これいいでしょ。はい、美味しかった、ごちそうさまでした。